なんで私がこんな目に遭わないといけないの。いっそのこと人類みんな私以外滅亡すればいいんだわ。何を一人で怖いことを言ってるんだ、霊夢。仕事で上司のミスを私のせいにされたのよ。こんな理不尽なことってある？なるほど。それで地球最後の一人になりたいんだな。そうよ。地球最後の一人になれればこんな人間関係の小さなことで悩む必要はないし、世の中にあるお金も美味しい食べ物も豪邸も、すべて私のものよ。最高じゃない。そうか、霊夢。それでは今回はそんな霊夢に、実際に地球最後の一人になったら、どうなるのかということを教えてあげよう。ありがとう、マリサ。さぞ、いい世界になるに違いないわ。楽しみになってきたわ。よろしく、マリサ。それでは、一人になったらどんないいことがあるかを考えてみよう。これは最後の一人になりたい霊夢にお願いしようかな。どんどん上げてみてくれ。それなら任せてちょうだい。なんといっても自由よね。上司のご機嫌を取る必要もないし、そもそも会社に行く必要なんてないんだわ。家でずっと遊んでいればいいのよ。ゲームはやり放題、漫画も読み放題。どれだけぐうたらしたって、怒られることなんてないんだわ。それに、世の中にある食べ物を好きなだけ食べられる。お店の棚にあるお菓子の食べ放題、一度やってみたかったのよね。おお、想像以上にたくさん出てきたな。考えれば考えるほど夢のようだわ。本当にそうなってくれればいいのに。うん、まだまだ出てきそうだが、もうそのくらいでいいぞ。ここからは、現実問題として、世界の最後の一人になったらどうなるかを考えていきたいと思う。これを聞いたら、もしかしたら霊夢の意見も変わるかもしれないぞ。そんなことないと思うけど。じゃあ、どうなるか言ってみてちょうだい。まずは、そのうち移動手段が歩きだけになる。え、どうして？確かに、電車や飛行機の運転はできないから、それは使えなくなるけど。でも私、自動車の運転はできるもの。車が使えるんだから、そこまで困ることはないと思うわ。確かにそうかもしれないな。ちなみに、霊夢の車はなんで動くタイプだ？お父さんがだいぶ前に買った車だから、ガソリン車なのよ。そろそろ自分の車が欲しくて貯金をしているところなの。それは問題だな。大丈夫、古いけどまだまだ使えるわ。だが、霊夢の車はガソリンがなければ走れない。そしてガソリンは無限に湧き出るものじゃない。数年経てばガソリンスタンドにある燃料も切れて、車は使い物にならなくなるだろうな。じゃあ、早めに電気自動車に買い替えておくわ。それで解決でしょ。ああ、とりあえずはなんとかなるかもしれないな。だが、その電気にもまた問題が起こるんだ。それはまた後の方で説明するぞ。まあとにかく、ゆくゆくは移動手段がなくなって、その場に泊まることになるわけだ。いいわ、それなら移動しなくてもずっと暮らしていけるような、お気に入りの場所に住んでおけばいいのよ。そうだな。では次に、住む場所について考えていこう。他に誰もいなくなって選び放題なら、霊夢はどこに住んでみたい。そうねー、やっぱり便利なのは都会よね。いろんなお店があるから、何だって手に入るもの。でも、最近は自然の中でのナチュラルライフなんていうのもいいかなと思っているの。住んでみたい場所がありすぎて選べないわね。だが、人間がいなくなった場合、そんな悠長なことは言っていられなくなるぞ。どういうことなの？まずは、人間が消失した数時間後、石油を作る設備が機能不全を起こす。エコ志向が高まっているとはいえ、石油は今でもやはり世界のエネルギーの中心だ。ガソリンは石油製品の一種だし、飛行機や船も石油からできた燃料で動く。火力発電や暖房、ストーブの燃料にも使われる。それに、プラスチックや洗剤など、いろいろなものが石油から作られている。2020年には、世界中で合わせて、約40兆トンもの石油が消費されているんだ。数が大きすぎて想像つかないわね。ドラム缶で言うと、2000億本だぞ。それでもわからないわよ。まあいいわ。石油設備が機能不全になったらどうなるの？インドやアメリカの大規模石油プラントは、1ヶ月にわたって燃え続けると考えられるそうだ。繰り返すが、石油は1年で40兆トンも使われる。それだけの石油を作れるということは、石油プラントは世界中の至るところにあるから。そこかしこで大火事が起こってしまうじゃない。私一人になっていたら消防車も呼べないし。たとえ消火器で頑張ったって、そんな大火事消せっこないわ。もう走って逃げるしかないわね。まさに、焼け石に水というやつだな。さらに、火も怖いが、水も怖い。町は次第に、水に沈んでいくと考えられる。霊夢が住んでいる町の地下には、何がある？地下鉄でしょ、地下道でしょ、それに大きなショッピング街もあるわね。その通りだ。例えば日本には、地下駅は640駅以上、地下街は80以上もある。他にも多数の地下駐車場、地下道、地下室など多くの地下空間が存在する。そういえば、前に、梅田ダンジョンで迷子になったのよ。上がって下がって曲がって曲がって、人も多いし、もう訳がわからなかったわ。あの迷宮は、本当に困ったものだけど。でもそう考えれば、地下の空間ってかなり有効活用されていてすごいわよね。その通り。確かに地下の利用は、土地利用の効率面では非常に有効だ。しかし、地下の空間は水に弱い。実際にこれまでにも、大雨などが地下浸水を起こし、数多くの被害がもたらされているんだ。入ってしまった水は、基本的にはポンプで排水するしかない。
だが、排水システムは人なしでは動かせない。ロンドンやモスクワ、ニューヨーク、そのような世界の大都市の地下鉄施設でさえも、たったの3日間でトンネルが水没してしまうそうだぞ。火に追われて、水に追われて、想像するだけで恐怖だわ。世界中で発生する火事が収まると、地球の夜は数世紀ぶりに闇に包まれる。都市の上に水が溜まり、川が形成される。冬になると凍り、春になると溶けるのを繰り返し、次第に、建物や道路にはひびが入って、やがて崩壊していくのであった。溺れるものは久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。って、続けたくなってきたわね。でも、例えば、周りに何もないど田舎の一軒家、とかだったら、どうかしら。それなら、都市の崩壊に巻き込まれることはないわ。確かに、郊外ではより緩やかに崩壊が進むという話もある。だが、自然は自然で強敵だ。そのうち家は草木に覆われ、腐ってカビが蔓延する。自然の再生力は尋常じゃない。まあ、70年も経てば、ほぼ全ての家は崩壊してしまうだろう。荒れ果てた建物にはネズミやトカゲ、ムカデにクモ、その他もろもろ住み着くことになるだろうな。ネズミや虫と同居生活なんて、絶対にごめんだわ。ああもう、想像するだけで鳥肌が立つ。人がいなくなった世界では自然の中から動物も多いだろうから、肉食動物からも身を守らなければならないな。野犬、野良猫、クマ。なかなかの強敵だと思うぞ。ああそう、ネズミと虫よりはまだマシね。加えて、もっと重大な問題がある。それは、放射能だ。メルトダウン、という言葉を聞いたことはあるか。原子力発電所の大きな事故なのよね。詳しくはよくわからないけど、前に大変なニュースになっていたから、すごく危険なものだということはわかるわ。その通りだ。詳しくは省くが、メルトダウンが起こって事態が悪化すると、危険な放射性物質が漏れ出してしまう。周りには大量の放射性物質が撒き散らされ、運が悪ければ大爆発が起こるかもしれない。世界には400基以上の原子力発電所がある。自動化された安全システムはあるが、人間の監視がなければいずれは故障する。そうなれば地球上のあちこちでメルトダウンが起こるのは避けられない。1ヶ月も経てば、放射能災害が起こるだろう。制御不能な状態では、その規模だって、福島やチェルノブイリどころではないはずだ。放射性物質は風によって広がるから、もはやその拡散を予想することは難しい。多くの地域が住めなくなってしまうだろうな。住む場所がなくなれば生きていけないわね。それに、気になったんだけど、今の話は原子力発電の話だったでしょう。はじめに電気にも問題が起こるって言っていたわ。気になるからそろそろ教えてもらえないかしら。よし、では、電気の問題について話そう。人間がいなくなってたった数時間で、全ての火力発電所がストップするぞ。たった数時間、さすがに早すぎるんじゃないかしら。それがそうでもない。これは、多くの発電所が火力で動いていて、常に燃料を補充し続ける必要があるからだ。燃料を入れる人がいなければ、発電所はストップだ。それなら確かに、火力発電はダメね。さっきの話からすると、原子力発電もアウトだわ。え、じゃあ、たったの数時間で電気が全部止まってしまうのかしら。安心してくれ。火力発電が止まっても他の発電方法が残っている。水力発電所なら、数ヶ月から数年くらい持つかもしれない。それに、風力発電所は風車が壊れるまで。太陽光発電所はソーラーパネルに埃が溜まるまでは動き続けることができるだろう。ただし、メンテナンスは、霊夢が自分で頑張らなければならないがな。なかなか大変そうだけど、火力や原子力に比べれば、なんとかなりそうね。まあ、最悪、電気がなくたっていいわよ。朝日と共に起きて、夕日と共に寝ればいいんだもの。早寝早起き、健康的だわ。ただ、気になるのは食べ物や飲み物はどうなっちゃうのかしら。飢えとか脇に苦しみながら生きるのは辛いわ。いい観点だな。今度は、食料問題と水問題について考えていこう。とても重要な問題ね。お願いするわ。まずは食べ物からだ。当面の食料に関しては、都市部が最適だよな。そうね、スーパーには缶詰や冷凍食品がたくさんあるもの。まあ、冷凍食品は冷凍庫が故障したらダメだけど。缶詰、それにレトルト食品を食べれば、しばらくは生活できそうだわ。よく考えたら、お菓子だってあるじゃない。お菓子を食べていれば、私は生きていけるわ。むしろ、嬉しいくらいよ。だが、それだと栄養面はボロボロじゃないか。野菜や肉や魚も食べないとな。それもそうね。じゃあ、野菜を育てることにするわ。弓や槍で狩りをして、釣りをして、要は昔の人の生活に戻ればいいのよ。はじめ人間霊夢なんてのも、格好良くていいわね。なかなかユニークな発想だな。では、飲み物についてはどうする？人間がいなければ、水道関連の施設は丸ごと停止してしまう。海にあるのは塩水だし、川や池の水には何が入っているかわからない。ペットボトルの水はどうかしら？世界中のペットボトルを独り占めなんだから、何千リットルもあるはずだわ。だが、いつかは限界が来るだろう。
それに、賞味期限だってある。何千リットルを飲み切る前に、腐ってしまうと思うぞ。こうなると、自分で水を浄化するしかない。野菜作りも狩りも釣りもそうだが、一人で生き延びるためには、いろいろなことを独学で学ぶ必要があるということだな。望むところね、読書は大好きだもの。いろんな本を読んで、知識を得て、一人でも生き延びてみせるわ。それは頼もしいな。最初は難しいかもしれないが、霊夢なら、技術的には地球上で最後の人類として生き延びることができそうだ。しかし、今一度考えてみてほしい。本当にそうしたいと思うか。どういうことなの？はっきり言ってちょうだいよ。人間は生き延びるために、社会的な生き物として進化してきたんだ。飢えや厳しい気候に対抗するために、力を合わせてきた。家族やコミュニティを作り、物語を共有し、共感しながら、互いの幸福と健康を維持してきた。確かに、嫌な上司はいるかもしれない。だが、大好きな人、大切な人もいるだろう。ええ、もちろんそうよ。確かに。お父さんやお母さん、友達、それにマリサにも、みんなに会えなくなるのね。それはとても寂しいかもしれないわ。人と人との触れ合いは、信頼関係を築く。他人と触れ合うことがストレスを軽減することも、科学的に証明されている。みんなが思っている以上に、俺たちはお互いを必要としているんだと思うぞ。周りにはたくさんの大事な人がいるんだもの。たかが一人の上司のことをくよくよ考えるなんて、馬鹿らしいことだったわね。なんだか今日はイライラしちゃって。マリサにも申し訳なかったわ。ごめんね。気にするな、何も問題ないぞ。今日の話を聞いて、みんながいる今の世界の素晴らしさがわかったわ。ありがとう、マリサ。ご視聴ありがとうございました。